旧下関英国領事館は、山口県下関市、唐都町に現存する、国内最古の領事館用途の建築である。1906年12月に竣工したレンガ造り2階建て、1999年5月に、国の重要文化財に指定された。日清戦争後、朝鮮半島の政治経済的重要性に鑑み、中日英国公使、アーネスト佐藤の本国への愚心により、 1901年9月13日、英国政府は、下関赤間町26番地に、領事館を開設した。管轄区域は、山口、広島、福岡、大分の4県で、初代領事は、フランク・ウィリアム・ウォルター・プレイ・フェア。ほどなく西南部町の雨流商会内営店、手狭になったため、下関市から提供された敷地に建てられたのが、 現在の旧下関英国領事館である。領事館建設にあたっては、英国公務局上海事務所の建築技師長、ウィリアム公安が当時訪れ、敷地調査の上、設計に取り掛かった。公務局のロンドン本局は1903年の設計案を却下、1905年の案に対しては、ベランダやペディメントの変更を指示した。しかし、 本局灰の木の技師長だった港湾は1905年案を押し通し、クイーン湾様式の設計を完成させた。日露戦争終戦後の1906年1月に、神戸から工事管理者を雇い着工、同年12月に竣工した。大陸の権益に関わる日英同盟と大陸との交通の接点である下関に置かれた領事館の活動期間はほぼ一致する。 1922年5月、下関英国領事館は、長崎英国領事館特化の領事事務館になり、下関英国流紹介支配人のロバート・マッケンジーが、下関領事事務館、同商会のトーマス・キャンベル・ロバートソンが、領事事務館不在中の領事事務館代理として、執務した。1940年11月には、臨時在長崎英国領事館出張所となり、 事務を取るものを置かなくなった。第二次世界大戦後の1954年、建物は下関市に300万円で買収された。以降、下関警察署、唐戸地区出張所下関市公庫館として使用された。1987年に下関市指定有形文化財に指定、1989年から一般公開された。 1999年5月13日には、国の重要文化財の指定を受け、2008年からの保存修理に伴う休館を経て2014年7月の再オープン後は記念館、市民ギャラリー等、公共の施設として利用されている。工事中の旧下関英国領事館2008年11月から2014年2月にかけて保存修理工事が行われ、 同年7月にリニューアルオープンした。2014年3月末までの総事業費は8億7829万6883円。そのうち国庫補助は4億2914万6000円である。保存修理や仮設工事、半解体工事、調査を行う第1期工事と構造補強を主とする第2期工事に分けて行われた。工事の落札金額は それぞれ1億5200万円、4億9673万4000円である。第二期工事では建設当初の姿への復元や構造補強のほか約50センチメートルの揚げ屋が行われた。これは国道路面の傘上げにより階段下部や基礎部が埋没、雨水が床下,下換気口から侵入する状態であったためである。 西面玄関の鉄皮は地表面の上昇で開閉不能になったため1986年に撤去されていたが、揚げ屋の結果、復旧が可能となった。液状化対策と揚げ屋時の反力確保のため、CCP による地盤改良も行われた。なお、支持地盤は地下約12メートルの風化歴岩である。構造補強としては直径19ミリメートルの アラミド FRP 製刺し筋がレンガ壁の要所に挿入された。また、劣化したモルタルの目地の表層30から60ミリメートルを削り取り、高強度無収縮モルタルを用いて直径3ミリメートルのアラミド FRP 製ロットが埋め込まれた。2013年10月25日に終わる予定だった。後期は2回延長された。1回異目は、 揚げ屋のリスクとなる付属屋の基礎と壁のズレが発見されたことによる12月25日完了への計画変更である。2回目は新旧の漆喰蛇腹の不整合が原因で結局翌年2014年2月28日の工事完了となった。いずれも第一期工事の調査で把握しきれなかった位置や寸法のズレが原因である。ありがとうございます。